竹中美細は、フリーアナウンサー。オフィスキーワード所属。夫は JRA 調教助手で、ディープインパクトやメジロマックイーン、ステゴールドなどの調教担当をしていた、池江敏幸。大阪府出身で、神奈川県川崎市育ち。神奈川県立育田高等学校、フェリス女学院大学卒業後、1998年に UHB 北海道文化放送に、 アナウンサーとして入社。同期に、篠原巨授がいる。UHB 北海道文化放送在職時は、情報、バラエティ、スポーツ番組の司会をメインに、目覚ましテレビ北海道中継リポーターを6年半、担当していた。丸岡泉の退社に伴い、面白ガールズに加入。高田栄子、千葉樹里とともに、面白ガールズにを結成。面白ガールズ解散後、 UHB のキャンペーン、友達の主役、未知の声を担当。放送前、放送終了後の歌も、竹中お姉さんとして歌っていた。2006年11月30日付で、UHB 北海道文化放送を退社。2007年秋にオフィスキーワードへ移籍。2007年10月から、KBS 京都にて仕事復帰する。と同時に、 主に競馬場のイベントなどで競馬の仕事に復帰している。2008年4月、読売テレビ、情報ライブミヤネ屋のリポーターに、約1年半ぶりの全国ネット復帰となる。2009年秋より、第一子出産のため産休に入る。血液型 B 型趣味は、フラダンスと、ハワイ。初めての夫婦でのトークショー共演となる。ありがとうございます。